k 急6 0 0系電車、k 急6 0 0系電車、k 急6 0 0型電車は1953年、昭和28年に登場し、400型への改版を経て1986年、昭和61年まで在籍した、京浜急行電鉄の電車。1951年、昭和26年に登場した500系の3扉、ロングシート版と位置付けられる車両である。 裏側よりに手波600系、品川よりに肉波650型を連結した二両編成とされ、赤い車体に白い帯の塗装を初めて採用したが、登場当初は先頭部に白帯が回っていないなど後のものとは若干異なっていた。車体、台車は川崎車両及び東急車両製造、制御装置、主電動機は東洋電気製造製であった。 1957年、昭和32年以降の車両は車体を700系、初代を元にした全金属製に変更し、1958年、昭和33年までに2両編成16本、合計32両が製造された。一部車両の運転台撤去、中間車化、区ハ650系への伝送、手ハ400型への改版、車体更新などを経て、 1986年までに全車廃車された。以下の文中では、京急本線上で南側を、浦賀より、北側を、品川より、東側を、海側、西側を、山側と呼ぶ。編成番号は、浦賀より先頭車の車両番号で代表する。線形は1959年、昭和34年登場の線形。初代。 800系は1978年、昭和53年登場の800系2台を指す。600系700型についてはそれぞれ初代2台で識別するものする。車体長17,500 m m 車体幅2,700 m m 1953年、1955年制は、半抗性車体、1957年。 1958年製は全金属車体。窓配置は D1D2D2D1D 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 乗務員扉 D 客用扉戸袋窓とし当時の関東施設で標準的に採用されていたドア間窓3枚の窓配置を初めて採用した。この窓配置はその後1978年製の線形採集、製造車まで採用された。 側窓は1955年製までが、戸袋窓の高さ 1000mm、幅 1000mm、窓枠を介して上下2段に分割、それ以外が高さ 1000mm、幅 1000mm の2段上昇窓で、下段中央を横切る位置に保護棒が設置されていた。ドアは、構成プレスドアとされ、側窓と同じ位置に中3が入っていた。 1957年生以降は、戸袋窓が H ゴムはめ殺しとなり、扉窓の中産も廃止された。前面は当時流行のいわゆる湘南系の正面2枚窓だが、1955年生以前の窓は1000ミリメートル1000ミリメートルの正方形で、センターピラーが太く、雨戸井が先頭部窓上にも回されたため、国鉄80系電車などは大きく印象が、 異なっていた。1957年生以降は幅 1000mm、高さ 900mm の窓が採用され、センターピラーも細いものとなった。前照灯は、当時の標準に従い、屋根中央に一等白熱灯を設置しており、標識灯は、左右用部に埋め込み式のものが設置された。車体外部は赤に、創価白帯塗装され、その後の京急の標準色となった。 端子電圧750ボルト、出力110キロワット、駆動方式は吊り掛け式。このブレーキに空気圧を供給するコンプレッサーは、電動発電機とともにデハ600型に搭載されている。デハ600系の運転台よりに、各一機ずつ、通常の皮脂枠形パンタグラフを搭載。太字は、東急横浜製作所、東急車両製造製、祭字は、 川崎車両製、左が、裏がより、以下各製造時で同じ。本形式で最初に製造された車両。前年製造車に対して、全商灯のセミシールドビームか、川車製台車の OK-8A、OK、東急製台車の TS 化への変更が行われている。東急横浜製作所が、東急車両製造に改組されたため、 今回の製造分から製造者が等急車両となっている。今回の製造車から車体が700系、初代に準じた全金属製に移進された。換気装置が押し込み式通風機からファンデリアに変更され、700系同様上屋根は設けられた。上屋根設置のため車体顔面寸法が変更されている。全面形状変更と合わせ、雨戸位置を高くしたため、 洗練された印象の外観となった。車体は前車等級製、台車は前車側車製 OK-8B、OK、である。電動車の電装品は420系偶数車を電装解除して発生したものが流用された。本形式の最終製造車。車体は等級製、台車は側車製 OK-8C、OK。窓枠がアルミサッシとなった。 この製造時のクハ六650型は京急では最後に製造された旅客用制御付随者となる。電動車の電装品は前年製造に続き420系の発生品。1957年、1958年製造者はクハ120系の改造名義である。1965年10月19日付会版により、1953年、 1955年製造車が、デファ400系、サハ480型に改造、改版された。実車の改造出場時期は、改版日とは一致しない。改版にあたり、中間車化された、車両、電装された、車両、電装解除された、車両、主電動機出力が増強されたものがある。これ以下の記事では1 1 0ット電動機を使用した。 車両を440グループ150キロワット電動機を使用した車両、電装解除された車両を470グループと呼ぶ110キロワット手電動機搭載車の電装品は500系更新で発生した部品を流用したものである。1965年12月14日付け替版により1957年1958年製造車も デハ400型に改版された。このグループではクハ650系全車が伝送され、400系、初代の車体の世界で生まれた、サハ480系481の490を中間に挟み、4両編成化された。この車両群を以下460グループと呼ぶ。110kW 電動機使用車両の主制御機、主電動機は、更新前と同一。 150kW 手電動機使用者は、手電動機を、三菱電気製メガバイトマイナス 389BFR、38主制魚機を、東洋電気製 ES-761A に、交換した。440K、110kW 電動機搭載車、460.470K、150kW 電動機搭載車。440K、 110kW 電動機搭載車 460.470K150kW 電動機搭載車。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。